水原一平通訳アメリカ国税庁の捜査対象になったと米報道。大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏が二重化、ドジャースから解雇されました。水原一平氏は違法賭博に関与したと見られていますが、ドジャースは解雇理由について明かしておらず、21日の開幕第2戦前に行われた会見でも、ロバーツ監督はそれに関してはコメントできない。何もコメントできないと答えています。AP 通信は、アメリカの国税庁にあたる IRS 内国歳入庁が、水原氏が捜査の対象になっていることを確認したと伝えています。とうとう出たね。横領じゃなくて窃盗で告発されてるからそもそも口座の管理を任されていないのでは。口座の管理を任されてても勝手に使えば窃盗じゃね。清原弁護士が窃盗と横領の違いはそこだって言ってた。それだな。何税なんだろ？贈与税だとしたら米国では大谷に納税義務あるだろ？FBI に続いてアメリカ国税庁の捜査対象になってしまったか。一平ちゃんはどこにいるの？大谷さんに頼ったことが本当に毒舌な行動だったな。ギャンブル依存症って自分のことしか考えられなくなるんだな。 FBI が捜査で今度は国税局か。小屋堂元はマフィアで間違いないな。マフィアに7億も送金してただで済むわけねえだろう。ご視聴ありがとうございました。